皆さん、こんにちは。聞いて学べる京都セミナー。今日は第9回目です。今日のテーマは、清水寺の工事はいつまでとっておきの見どころをご案内ということですね。さあ、現在ですね、清水寺、平成の大改修っていうのをやってるんですね。これご存知ですかね。実はですね、もう、だいぶ前から始まってるんですけれども、まあ、これがいつまでなのかと。そして、改めてですね、 ま、この、回収、もう時期終わるんですけれども、終わって、まあ、綺麗なね、屋根が、こう、お披露目される時、その後ですね、またどっとこう人が押し寄せる、まあ、皆さんもね、また行きたいな、見たいなっていうふうにね、思うだろうというふうに思いますので、そんな時にですね、今一度、この清水寺の魅力ですよね。それを再確認していただきたいなというふうに思っております。あまりにも有名なところなので、 まあ大体知ってるというふうにね、思ってる方もいらっしゃると思うんですけども、でも実はね、ものすごく奥が深いです。ね。そしてこれを知っとくとね、非常に行った時にね、また感動すると思いますんで、ぜひお聞きいただければなと思います。今日はですね、2回に分けてお話ししようと思ってますので、まあ今回の動画と、そして次の動画。 二部制にしたいと思っています。まず、今現在ですね、どのような感じになっているのかっていうところですけどもね、現在はですね、こんな感じです。もうすっぽりとですね、シートに覆われてしまっているんですね。なので、まあ、外から見てもですね、ちょっとこう、これ何清水らなのってね、まあ、下のところの この柱ですかね。舞台の柱の部分を見ると、まあなんとなく清水寺かなという感じもしますけれども、ちょっとこれじゃ何もわからないという状態になってしまっています。さあ、この清水寺なんですけれども、京都府の観光ランキングでは第1位です。もう圧倒的な人気スポットということですね。常に上位にランクされてるですね。例えば、金閣寺とかね。銀閣とか。 まあそういったところをもう抑えて断突なんですね。もう堂々の第一という感じですね。まあどのぐらいそういうかというとですね、まあ京都を訪れる人の5分の1なのでもう20%ですかね。5人に1人は清水寺を参拝するというふうにも言われてるんですね。なのでもう世界的にも有名だということですね。ただちなみにですね、日本全国で外国人観光客に人気がある。 っていう観光地はですね、残念ながら清水寺ではないんですね、トップは。どこだと思いますこれはですね、京都の伏見稲荷大社です。やっぱりあの、千本鳥居にはかなわないんですね。やっぱあそこがトップです。これ京都でじゃないですよ。日本全国で外国人観光客が行きたい日本の観光地。トップ1が伏見稲荷大社ってことなんですね。 あそこはまあ、お正月のね、参拝客の数でもものすごく多いっていうので有名で、なおかつ外国人の観光客からしてみると、日本で一番行ってみたいところだということなんでね。まあ、ライバルというかね、清水寺にとってはもう本当にライバル的な存在なのかなというふうに思います。さあ、清水寺の話に戻しましょう。現在ね、まあこのように大改修中だと、 いうことなんですけれども、この本堂、ま、改修してるんですけども、実はこれ、創建当時の建物ではないっていうのはご存知でしたかね。実は清水寺は何度もですね、焼けてるんですね。平成、ごめんなさい、平安時代に建てられてるんですけども、まあ、千年以上前ですね。何度も焼けてしまってます。で、そのたんびに、改修工事、当然繰り返してるわけですね。で、現在のこの清水寺本土、本堂、 ですけれども、江戸時代初期ですね、1633年時の将軍、3代将軍、徳川家光公ですよね、が再建したものですよということなんですね。なので、もう400年ぐらい経つ、まあそういったお堂、これを今改修してますということなんですね。で、この清水寺の本堂、まあどんな歴史を歩んできたのかっていうね、あと、まあこうなぜ、 こ,うこんなね、崖にせり出したような場所に建てられてるのかとかね。まあ、これやっぱり理由があるわけなんですね。なので、こういった様々な疑問、謎。まあ、こういったものを解き明かしながら、ちょっとね、こう知ってると人に教えたくなる。まあ、ちょっと人に自慢したくなる。まあそういったね、内容のことを今日はお話ししていきたいなと。で、まあ今日と、そうですね、次、まあ来週ぐらいですかね。 に分けて、えー、お話したいというふうに思います。まず、まあ、ちょっとね、今、少しお話し,しましたけども、清水寺。こんな感じでね、見てみたいと思いますけども、京都府観光ランキング第1位と。そして、京都を訪れる5人に1人が参拝。清水の舞台、音羽の滝。まあ、これはもう有名中の有名ですよね。そして、境内にある自主神社は、京都を代表する 縁結びのスポット。まあ、これはもうと若い女性にね、すごく人気だということですね。そして、世界遺産ですよと。これはですね、1994年ですね、京都の、まあ、文化財17、この時同時に世界遺産になっています。厳密に言うとですね、16箇所ですね。なぜかっていうと、1箇所、厳密に言うと住所が京都ではない、 お寺が含ままれてます。これはですね比叡山の延暦寺ですねあそこは厳密に言うと滋賀県なんですねまあただその17の京都のいわゆる世界遺産ということでねまあ一つとしてあの認められているということですねそして西国33箇所観音霊場の第16番札所ということで、ね、もうとても由緒があるお寺ということですねそしてまあ次綺麗な写真をご用意いたしました 見てください、これ。ねこの春夏秋冬で全然違う顔を見せてくれるっていうのはね、この清水寺の魅力でもありますね。夏は、この右側ですね。緑。もう本当に、今8月ですからね、もうこんな感じですよね。まあ、青々とした緑がお目見えすると。秋は、この左下ですね。紅葉、ライトアップ。 されてますけどもねもう燃えるようなもみじ、真っ赤なもみじがね、この清水の舞台、周辺にこう、ね、せり出した舞台をこう囲むかのような感じでね、えー、見ることができると。そして冬は冬でね、これを真っ白にこう被った屋根。ね、この風情ある清水寺、この姿もまた見てみたいですね。これはちょっとまだ見たことないですね。そして春。 ね、春はやっぱり桜。ここは桜の、まあ名所というかね、自主神社はやっぱ桜。三車返しっていうね、桜で有名な場所でもありますので、まあ桜との縁っていうのも切っては切っても切り離せないっていうのは清水寺ですね。まあこのやっぱり一回行って終わりって感じじゃないんですよね。この清水寺っていうのは季節を変えて行ってもまたいいっていうね。なので魅力が尽きない。そういった感じだと思います。 さあ、ここで一瞬ですけども、私が何者なのかっていうことでね、まあ、ちらっとご、自己紹介をさせていただきます。私はですね、趣味で京都をふらっと2010年に訪れたらですね、ちょっとハマってしまったということでございます。2010年訪れた それからですね、訪れた京都の自社仏閣700カ所以上ということで、そして2013年、京都検定2級というのをね、ちょっと勉強して合格しました。まあ、だいぶね、ハマってきたそ、そういった状況の時期でしたね。そして2015年9月から、面白い京都案内というね、メルマガを配信させていただき始めました。もう、来月で4年になりますけどね。そして2017年、マグマグ大賞を受賞させていただいて、同時に、電動入りマグマグにも認定させ,させていただきました。 現在ですとですね、大体6200名ほど登録者数がいらっしゃいます。本当にありがたいなと思います。ただまあこのメディアどん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 もっと、ね、大きくして1万人とか5万人とかね、どんどんまあ多くの方に読んでいただいて、京都がもっと大好きになってくれる人がね、増えればいいなというふうに思っています。そして去年2018年ですね、旅行メディア、トリップエディターっていうね、これはウェブマガジンですよね、ウェブ上の まあ写真とかふんだんに使った綺麗な、いわゆる雑誌なんですけども、旅行雑誌ですね。まあこれでですね、なんと第1位をいただきました。そして今年2019年6月ですね、聞いて学べる京都セミナーというのを動画配信、YouTube でですね、無料で配信し始めたということなので、ぜひチャンネル登録をしていただいてですね、見ていただければなというふうに思います。さあそれでは、 先ほどから申し上げてますけどまず、目次。どんなことをこれからお伝えするのかということなんですけども、まず、工事はいつまでって話。そして、清水寺の概要ですね。簡単なま概要。そして、3番目は、総剣の背景ですね。まあ、鬼門封じって書いてますけどね。そして、4番目、清水寺の狛犬があうんではない剣ってことね。今回の動画はここまで、ね、目次の4番まで。 お伝えしたいなと思ってますそして、5678はですね、次回、ね、次回、この辺をお伝えしたいというふうに思ってますねで、まあ、釘1本使ってないんですよとかね、えー、水に強い仕掛けがあるんですよとかね、まあ、400年後解消するんですかとかね、いろいろ千住観音の清水、い、ま、ろ、あ、んなもの盛りだくさんなので、ぜひ、次回の動画も楽しみにしていただければなというふうに思います。それではですね、まず、この目次の一つ目、工事はいつまでってことですね。 こちらです。現在、平成の大改修をやってます。これは2008年から始まってるんですね。なのでもう10年ちょっと。で、屋根の吹き替え自体は2017年から始まってます。そして、いよいよ新しいひわだぶきの屋根がお目見えするのは来年、2020年の3月の予定ですってことなんですね。なので3月に新しいひわだぶきの屋根が公開される。そうすると、 その次の月、ね、春ですよ。もう桜が満開ってことになりますので、その時にですね、やっぱり新しい清水寺、あ新しいっていうかね、綺麗になった清水寺と桜を見たいという風に思って押しかける観光客たくさんいるんじゃないかなという風に思います。なので来年の2020年のですね、春以降の清水、これはやっぱりね、本当に素晴らしい、画期的な こう見応えのある清水寺にまたなってるんじゃないのかなというふうに思いますね。なのでやっぱこれを楽しみに私もしてますし、改めてね、やっぱりその見どころみたいなのを確認して行っていただきたいというのが強い思いです。さあそれでは早速概要ですね。清水寺正式名称音羽山清水寺ってことですね。 これ、お寺っていうのは大概何々山っていうね、3号がつきます。清水寺の場合は、音羽山の、まあ、なんていうんですかね、山腹ですよね、に立っているということなので、音羽山清水ですね。まあ、清水寺ですけどね。そして、宗派。宗派は北北総州この大本山ですね。大本山なんですけれども、この北北総州っていう宗派はですね、実は一つしかありません。そして、 比較的新しいです。1965年に独立したんですね。もともと発想州っていうお寺があります。例えば奈良の興福寺とかね。まあいったお寺が発想州なんですけれども、そこからまあ独立した、発想州から独立したのが1965年ですね。で、大本山ではあるものの、単立の一時一周のお寺です。なのでもうここしかないんですね。北発想州は。非常に珍しいです。そういう意味では。 そして、回帰ですね。回帰はエンチンっていうね、まあ、お坊さんです。そして、本尊は、十一面千獣観音ですね。この十一面観、あの、千獣観音はですね、普段我々が行った時に目にする 観音菩薩様はですね、お前立ちって言って、いわゆる、う、まあ、こういった言い方ちょっとあれですけども、ダミーなんですね。で、本当の十一面千術観音菩薩は、お前立ちの後ろに安置されていて、33年に一度だけご開帳するっていうね、これはもう貴重ですよね。100年に3回しか見れないっていうね。で、直近はですね、 2000年にご会長になってます。なので、次回は2033年ですね。にご会長されるということなので、またこれは一つ楽しみに、ちょっとだいぶ先ですけどね、楽しみに待っていたいなというふうなところですかね。そして、西国33カ所観音霊場の第16番札所ってことですね。そして先ほども申し上げましたけども、世界文化遺産。 の一つに認定されてますよ。これは1994年でした。ということですね。で、清水の舞台、音羽の滝。これはもう有名な観光名所です。ということですね。そして、自主神社、縁結びスポットですよ。ということでございます。さあ、まあ、この辺はね、さらっと行きたいかと思います。さあ、そして、次はですね、まあ、ちょっと深い話をさせていただきたいなと。 というところです、ね、さあ創建の背景ですねこれは鬼門封じって書いてありますけども何かってことなんですけどもねまず京都に都が移された時ですね794年ですね泣くよになりぬ平安京なんていう風にね覚えさせられましたけどもね794年平安京が遷都されますでこの時天皇陛下桓武天皇ですね カム天皇は中国の風水に従ってですね、都を遷闘したわけなんですけれども、詩人総王の詩っていうのを探してね。まあこれまたちょっと別の動画であげたいと思いますけどね、京都の歴史ですけどもね。まあそれに従ってカム天皇はこの場所に決めたんですね。で、まず、鬼門にあたる北東の方角を、魔除け、まあ鬼門、 要は、鬼門っていうのは決まってるんですね。もう必ず北東の方角なんですね。で、そちらの方角に魔除けの猿を配置したんですね。で、これは前にメルマガでも書いたことあるんですけども、この当時、最高のセキュリティシステムなんです。ね。やっぱ北東の方角から、いわゆる悪いものが入ってくると。で、それを阻止するために魔除けの猿を置くと。 北東にですね。いうことなんですね。で、今でもね、この猿が京都の町を守ってます。これ皆さんご存知ない方も多いと思うんですけども、京都御所のですね、いわゆる塀で囲われてるわけですね。京都御苑と京都御所ってあると思うんですけども、いわゆるその御所のですね、北東の角に、 壁ですね。壁の、北東の角に、猿ガス寺っていうのがあるんですね。で、その御所から見て北東方向に位置する、比叡山延暦寺、そして石山善院、あと、イの神、イの神の社っていうね、小さな神社があるんですけども、そこにも猿の木彫りの置物が置いてあります。で、これが、日の都を守ってるんですね。今も守ってるんですね。で、これちょっと、 写真でもね、ご紹介したいなと思って写真用意しました。まず、まずね、比叡山延暦寺。比叡山延暦寺にはですね、そばに、あの、比叡大社っていうのがあるんですね。この比叡大社。比叡大社の西本宮の老門の軒下にですね、これ左上の真ん中、ちょうど真ん中ぐらいにね、猿がいるのわかりますで、右下がこれ拡大したところなんですけども、軒下でですね、こう、猿が守ってるんですね。これがまず一つ。比叡山本列、 家エザン延暦寺っていうのは、都から見てですね、ちょうど北東方向なんですね。で、そこに、まず一匹の猿がいる。そして、二つ目。それよりももう少し、こう、五章寄りになりますけども、石山全員ですね。ここはですね、本堂、これ左側の写真見ていただくと、本堂がありますね。で、本堂の屋根の上の、ちょうど真ん中に、檻に入った猿の置物があるんですね。で、それが拡大したのが真ん中の、 この写真ですね。こんな感じで、ちょっとこう立ち上がってる感じの猿が、檻に入れられて、まあ、置いてある、安置されてるっていうね。これが2匹目の猿です。ね、石山禅。これ紅葉の紀の時に行ったんですけども、紅葉の名所でもありますので、ぜひね、行っていただきたい。非常に有名な大きなお寺です。そして、3つ目が、もう少しまた、五章、寄りになりますけれども、これですね。 幸せ神社みたいなの書いてありますけども、これ読み方、蔡の神の社っていう、まあ、神社なんですね。この神社はもう本当に探すのがね、え、こんな小さいのっていうぐらいね、あの、小さい神社でしたね。場所はですね、出町柳のマス型商店街のちょっと裏手にあるんですけども、まあそれなりに大きなっていうか、まあそれなりにすぐわかるかなと思っていて、何度もこうウロウロしてね、で結局、え で、ここがってぐらい小さな、そんな感じの神社でした。まあ、左側の写真がその境内なんですけども、これがもう本堂なんです。これしかないんですね。で、その本堂の右脇ぐらいに入っていくと、これちょっと見づらくて申し訳ないんですけども、護兵を担いでるお猿さんがね、いるんですよ。そうなんですね。これ見えてるのがまさにそう。まあ、そう、そういうふうに思って見て,見ていただくとですね。まあ、そうかなって、この中にね、 あの、いるんですね、お猿さんが。で、これが3匹目。そして、最後は、京都豪商の猿勝寺ですよ。これ。通常は、この塀の角っていうのは、この右下の写真みたいになってるわけですよ。普通に角になってる。なんですけども、北東の部分の角は、これ左下みたいになってるんですよ。いわゆる角が出っ張ってるんじゃなくて、角をこう取っちゃってるんですね。角を書いてるんですね。で、そういうことを、そういう仕掛けをすることによって、 いわゆる、鬼門封じをしているということなんです、ね。で、この角の屋根の上を見上げると、ここにも、これちょっと白いの見えてますけども、真ん中の写真ですね。五兵を担いだ猿がいるということで、これ4匹ですね。で4匹の猿が、未だに京都を、ね、京の都を守ってるということなんですね。で、これで京都の都、京の都自体の、 セキュリティシステムは万全になったんですよ。で、これ1200年間これ、こういったことを施して、いわゆるセキュリティを敷いてると。なんですけども、カムテ天のもっと大きな視野で、鬼門封じをしようというふうに思ったんですね。で、そこで初めてですね、聖医大将軍っていうのを作ったわけです。聖っていうのは、まあ、要は、遠くに住む人たちをエミシっていうふうに当時は言ってたんですね。で、そのエミシを、 制する。制派する、ね。成敗する。そういう大将軍を作って任命されたのが坂上の田村麻呂っていう人ですね。で、この日本史ってやっぱりね面白いっていうか興味深いなと思ったのは、この平安時代に初代征夷大将軍が任命されてからですよ。う、ま、う、あ、曲折はあったとはいえ、 江戸時代の徳川幕府、まあ、江戸幕府の将軍、徳川家康も当然聖大将軍になるわけですけども、ずっとそれが15代将軍、徳川慶信までなるわけですよね、聖大将軍に。ということは、明治になるまでは、ずっとですね、武士の、まあ、いわゆる将軍家っていうのは、聖大将軍、蝦夷を成敗、成伐する、 たための将軍式でであっとということなんですよねだからそのぐらい今日の都から見て北東方向まあ東北とか北海道ですよねっていうのは鬼門が入ってくるそういった場所だとなのでそういったところの先住民である恵比氏っていうのは征服しなければならないというそういう考えがなされてきたっていうことなんですよね。 だからもう、江戸時代まで延々と続くその長い年月の中で、武家政権の幕府の将軍職っていうのは、本来の役目はですね、鬼門封じだったってことなんですよね。これ、やっぱりね、個人的にこれ知った時には、へーって思いましたよね。で、まあ、田村村はね、この時行くわけですよ。あの、遠く、遠征にですね。で、まあ、ちょっと次のスライド見ながらお話し,しますかね。 で,でこの遠征に行ってで田村村戻るとですね恵美氏の死者の鎮魂のためにこの清水寺っていうのは建てられたというふうにも伝わっているんですよね。はい、でに、えっと、2000年の時ですかね平安天皇1200年を記念した時にこのにこの 蝦夷の市長だったアテルイそして副市長だったモレこれアテルイとモレってあ多分お聞きしたことあるかもわかんないですけどもの石碑を建ててるんですねうんやっぱりこう敵として戦った相手方ですよねまあその死を悼む鎮魂の思いっていうのをね清水寺にもこうんでしょうかね、まあ、今後もずっとそういった事実があったってことをね伝えていかなければいけないと。 とといううことなんだと思うんだ思ですねで清水寺にはですね海山堂っていうのはですねこれは田村堂っていうふうに言われていてですね、まあ、坂の上の田村丸夫妻と海山の延ンをね祀っているということなんですねでこの田村っていうのはですね実は洋曲にも歌われていて、まあ、この建物自体もねその洋曲に歌われているっていうものなんですけども この陽曲にはですね、また自主神社の桜。まあ先ほどちらっと申し上げましたけど、三車返しですね。まあ、これも読まれてるんですね。で、この三車返しっていうのはですね、現在自主神社に植えられてます。確か一本だけだったと思いますけどね、植えられてるんですね。で、この三車返しの桜っていうのは4月の第3日曜日、あの桜祭りっていうのはんですけども、その時にですね、今でも御所に届けられているということなんですね。 で、都の鬼門封じのためにですね、やっぱりこう涙を飲んで亡くなっていった罪のない恵み師の方たちたくさんいらっしゃるんですよね。で、そういった方たちの鎮魂の喧嘩というふうにね、そういった思いで捧げられてる、届けられてるっていうことなんですね。なので、清水寺っていうのはもともとはですね、その都の鬼門封じのために 犠牲となった、ま、東北の方、ま、江見市の人たちですよね。絵の鎮魂の寺として設立されたと。そしてその祈りはですね、未だに続いてるんだよっていうね。まあ、こういったことをちょっとね、まあ、頭に入れていただきたいというか、まあ、ご理解いただきながら、また清水寺、参拝していただきたいなというふうに思います。ね。結構深い話だと思いませんか僕はなんか個人的にね、この話はすごく、なんて言うんですかね。 あのー、心を震わせたエピソードだった。まあ、無知なだけだったんだと思うんですけども、やっぱこれをした時にはですね、清水はってやっぱりこう、ただ有名なだけじゃなくて、やっぱそういう物語があるんだなと思った時に、また全然別の見方ができたし、ちょっとイメージが持ってるこう、印象がね、変わりましたね。さあ、そして4番目ですね。 清水寺の狛犬が遭うんでない件ですね。これもですね、なん、何のこと言ってんのっていう感じもするかもわかりませんけれども、通常、神社とかお寺には狛犬っていますよね。入り口に。で、大概左右2匹立ってますよね。2匹、まあ守ってるというかね。で、この狛犬の口を注意深くご覧になったことは、 あるかかかないかちょっと分かりませんけれども必ず片っぽが「あ」って口を、まあ、開けている片っぽが「ん」って口を閉じているそういう風になってると思いますでその理由というのは「あ」っていうのは、まあ、万物の始まりを意味して「ん」っていうのは終わりを意味するということなんですねこれ例えば「風神雷神図屏風」とかねそういう対になってるものもみんなそうです片片っぽは口を開けて,入れて片っぽは つぶっている確かあの奈良の東大寺の南大門の金剛力士像とかもそうだと思いますね。でこれはやっぱりあうん。五十音がねあから始まってうんで終わるわけですよね。だからそういったことなんですよね。結局物事に始まりがあり終わりがあるんですよと。まあ、それを表しているということなんですね。ただ清水寺の狛犬っていうのは2匹とも口を上げてるんです。 で、これはなぜかっていう話なんですよ。まあ下にも答えが書いてありますけども、これはですね、お釈迦様の教えを大声でみんなに知らしめたい。そういう、広めたいっていうね。そういう思いがあって、まあ、作られたというふうに言われています。実はですね、これ戦前は、銅製かなあの、金属でできてたんですね。ただ戦争で全てそういった金目のものは、あの、拠出しなさいっていうふうにね、言われて、 で、戦後に、この石造りのものが建てられて、で、その時に、この狛犬がね、2匹とも口を開けているという状況で作られたということなんですね。なのでね、やっぱこういう細かいところにもね、目を配る、気を配るとですね、やっぱりその意味のある細工が施されてたりとかするんですよね。で、ここがまたね、面白いところっていうね。なので、ぜひね、 清水寺、結構、なんて言いますかね。まあ、それなりに広いし、で、歴史もありますんでね。探せば、いろいろ深い物語があるんですね。で、それをやっぱり、こう、見つける楽しみ知る喜びで、こういったものを感じながら、ぜひ、京都のお寺を回ってほしいというふうに思ってるんですね。さあ、今日はね、この辺でちょっと、一旦ストップということですけども、 次回予告ってことでね、なんかもうちょっとドラマみたいになってきましたけどね。<laughs> あの、次回予告。次回はですね、まずこの清水寺の建築様式、掛け作りっていうね、あの舞台のところの作り、掛け作りって言うんですけどもね、そういったもの、まあこれ実は釘一本も使ってないんですよっていうね、まあそういった話だとか、あとその舞台の柱はね、えー、水に強いって言われてるんですけども、まあなんでっていうね、まあなんかど、どういう工夫、仕掛けがあるのっていうことだったと,とかですね。 あとは、清水寺、400年後に大改修をするっていう話があるんですけども、ええー、っていうね、なんでみたいなね。まあその、秘密、謎とかね。あとは、崖っぷしに立ってる理由は何かあるんですかっていうね。あとは、まあ最後。まあこれはちょっと関連してるんですけども、千獣観音。まあ実は千獣観音は崖が好きらしいと。で、まあそういったところの話ですね。まあこの辺のこうちょっとね、深い話をまたして、 皆さんにご紹介したいなというふうに思います。なので、まあちょっと今週、来週、これは続きものになるので、ぜひね、二つセットで見ていただければなというふうに思います。こうご期待ってことでね、えー、もう本当にね、動画作ってる方も楽しいですけども、ぜひね、皆さんもこう楽しみながら見ていただければなというふうに思います。そして、またね、高評価のいいねボタン、そしてチャンネル登録、 もしためになった、もっとこういった動画を見たいというふうにね、思っていただけたら嬉しいです。ぜひ登録してみてください。それでは少し長くなりましたけども、ご清聴ありがとうございました。また次回本当にあの楽しみにしていただければなというふうに思います。ありがとうございました。